こんにちは。今回は堀さんに指揮をお願いして5試合見た感想とベガルタ仙台の来季の展望について、私なりに考察を立てたのでご覧いただければ幸いです。なお関係者の皆様には刺激の強い内容となっておりますので、覚悟のある方だけご覧になることをお勧めします。また全ての選手に最低限リスペクトの心はあるってことはご理解ください。それではこちらです。名前で言うのも気が引けるので、来季、仙台で戦うに値する方を背番号で書いています。仙台が強い弱いを置いといて、仙台のカラーに合うだろうなっていう方を書いています。正直ここ数年の選手たちに関しては私は思い出を持つことができていません。オナイユ・ジョージを応援してるというより、背番号何番の選手がプレーしてるんだなぐらいにしか見えていません。それは私がチームに失望しているからでもあります。実際選手たちも忠誠心の薄い選手もいるでしょうし、そこはお互い様なのかなとは思ってますけど、もう私も好きな選手がいたということはご理解ください。まずゴールキーパーですが、林は、調子が戻らず、現状あれが精一杯になるかなと。それで控えの小畑も、ありえないミスをしたということと、パフォーマンスが依然不安定なので、厳しいのかなという結論です。仙台のキャプテンはすぐ変えるべきですね。ミッドフィルダーはリャンが想像してたより全然プレーできる驚きはありましたけど、それでも長時間見たいっていうよりはやっぱり終盤で締めで入ってもらったり、そういう限定的な使い方になるのかなと思って見てます。フォワードも数今少なく書いてますけど、全部のポジションに共通するんですが、上手くても怪我の多い選手はあえて書かないでいます。またレンタルで来てもらってる選手も基本は書かないようにしています。悪いってわけじゃないんですけど、よほどいてほしいって思う方は書くんですけど、監督も堀さんで、僕何度か今季つまぎれどうかって言ってたんですけど、堀さんがここまで、ちょっと結果出せないのがかなり予想外で、正直戦術のコーチがうまくないけども、つなぎとか短期間でまとめ上げる力はある方だなと思ってました。次、最下位との6ポイントマッチで勝てないようでは、その疑念が確定するでしょうね。北野さんに関してはフロントとして相変わらず人員過多な補強とポジションが偏っていて、サポーターがみんな口酸っぱく言ってるフォワードを意地でも補強しないので、エベルトンへのお金の使い方もやっぱり疑問が多いですし、過去のクラブ見ても今季限りなのかなと思って見てます。スタッフに関してはもちろん全スタッフ見れていないので、消去法の部分もあるんですけど、
まあ、他の選手たちの要望が多い、例えばこの選手、フィジカルコーチでも、まあ、フィジオセラピストでも誰でも残してほしい人がいればチーム内でまとめ上げてもらえればと思います。まあ、ロドリゴさんなんかは下手なコーチより、まあ、声も出てますし雰囲気作ってますよね。レンタル中の大曽根も含めて今仙台に35人いて、まあ、そのうち来季も仙台にあるかなと思ってるのが11人、まあ、今の仙台に必要なのか、まあ、闘争心むき出しにして戦うタイプの選手、あとは俗に言われる闘将ってタイプの指揮官ですね。これが確実に仙台に欲しいところであります。私が仙台にいてほしい選手のポイントとしては、闘争心、ガッツ、まあ、相手より走れるか、そして仙台愛があるか。仙台愛っていうのは、まあ、強制的な意味ではなくて、本当にベガルタ仙台を愛してプレーしてくれるかっていう部分ですね。本当にそういう意味で尽くしてくれる選手を求めています。堀さんが途中から監督を引き受けてくれたのは感謝してますけど、やっぱり今シーズン限りのつなぎで終わらせるのがお互いにとってベストかなと思います。クラブは、まあ、庄司さんも来たことですし、責任を持って公認の監督探しをお願いします。先ほども言いましたが、下手でもいいので闘争心のある選手、戦える選手に仙台に来てもらいたい。次、重要な試合になりますが、もうビビらなくていいので、逆にビビらせるぐらい開始から攻め倒して戦う仙台を見せてください。そうすれば相手は必ずひるみます。本気で見せてください。それでは、次節勝利を期待して試合を見ますので、引き続き頑張ってください。よろしくお願いします。